リュードルフはザクセンの伯、東ザクセン公とも呼ばれる。東ザクセンの領土をめぐって、ノルマン人やスラブ人と争った。リュードルフはリュードルフ家の事実上の過疎であり、その加盟は彼の名に由来する。リュードルフはフランクの族長、ビルングとエーダの間の娘であるオーダと836年頃に結婚した。このフランク貴族との結婚によって、 リュードルフ家は、フランク王国内で格好たる地位を占めた。オーダは913年5月17日に亡くなった。107歳と推定されている。また、リュードルフは娘、リュートガルトを、東フランク王ルートビヒ3世と結婚させ、東部辺境の防衛を担うこととなった。845年、リュードルフとオーダは、ローマ教皇セルギウス2世のもとへ赴き、 女子修道院を建設する許可を願い出た。セルギウス二世はこれを許可し、852年に、ブルンスハウゼンに、女子修道院が建設され、リュードルフの娘の初モットが、初代女子修道院長に就任した。その後881年に、修道院は移設され、ガンダースハイム修道院となった。リュードルフは866年に死去し、ブルンスハウゼンに埋葬された。 リュードルフの死後、息子ブルンがザクセン行為を継いだが、ブルンはノルマン人との戦いで戦死し、ブルンの弟夫一世が行為を継いだ。夫の息子が東フランク王ハインリヒ一世である。王だとの間に少なくとも7人の子女を設けた。ありがとうございます。